堀近義は、江戸時代後期の大名、品野飯田藩の第11代藩主、品野飯田藩堀家12代、文化11年1月28日、第10代藩主堀親の次男として生まれる。幼い頃から、病弱な上、凡庸だったために、父から嫌われ、排着されかけたこともあったという。しかし、右曲折の末に、校歌3年、父の隠居により、 家徳を相続した。父と同じように、幕閣入りし、家営六年に総者番に就任、文久三年に自社奉行に就任、源氏元年に公部所奉行に就任した。しかし、源氏元年十一月、水戸藩の武田幸雲斎率いる天狗党が、領内に侵入、留守を預かる家臣は城を固めるのみで攻撃を加えず、美の国に通じる政内寺石所をそのまま通過させ、 幕府追悼総督の田沼依存の激林に触れた。そのため、同年12月に幕府は近吉に対し、公部諸部業の解任と二千国を憲法を命じ、政内自責主への任務は高藤藩に移された。また、近吉は藩主として家臣たちの処罰を行ったものの、不満も強く、藩内に大きなしこりを残すことになった。家臣から藩主の押し込めの意見も出るようになる。 慶応2年5月、大阪警備のために、上坂、同年10月に、京都見回り役を命じられる。慶応4年に1月、元家臣の残言により、徳川慶信に通じているとして、家老石沢らを、明治政府に捕らえさせた。家臣団は抗議、反発し、近吉を隠居させることになる。同年2月、病気を理由に、隠居届を提出、同年3月に隠居を許可された。 隠居した近吉は領地に戻り、禁止することになる。明治10年9月6日、養子親広の隠居により、再び家督を相続する。明治11年10月5日、再び隠居し、養子親厚氏に家督を譲った。明治13年9月20日に死去した。去年67、ありがとうございます。